サールイミサキの海戦は、第一次世界大戦初期に、クリミア半島南端のサールイミサキ沖において、ロシア帝国艦隊と、ドイツ帝国、オスマン帝国艦隊の間に行われた海戦である。事実上、戦闘は、ロシアの全土級戦艦、エフスターフィーと、ドイツオスマン帝国の巡洋戦艦、ヤウズスルタンセリムとの一騎打ちとなった。ゲーベンが、 多数の命中弾を受けて戦場から逃走したことで、戦闘は終結した。全土球艦が土球艦に、正面から戦いを挑み、勝利を収めた珍しい例である。巡洋戦艦、ゲーベン小型巡洋艦ブレスラウ1914年8月16日、ドイツ帝国は同盟国である、オスマン帝国に対し、地中海や国会における優勢を築くために席の、 有力艦を引き渡した。これが、オスマン帝国海軍にとって、最新艦となる、巡洋戦艦、ヤウズスルタンセリムとマクデブルク急個型巡洋艦、ミディリである。両艦は、オスマン帝国海軍への編入後も、ドイツ人の乗員によって指揮されていた。戦闘に参加した2隻のオスマン帝国艦は事実上、ドイツの指揮下に入っていたため、ロシアではこれらを、 ドイツ帝国海軍の所属艦とみなして、元の艦名で呼ぶことが多い。ゲーベンの速力と武装は、ロシアの旧式戦艦に対して絶対的に優位で、そのため、ロシア国会艦隊の艦艇は、単独行動ができず、個別撃破を防ぐために艦隊を組む必要を生じさせていた。ロシア国会艦隊の司令部は、ゲーベンの速力を 29KN と見積もっていた。 実際には、ボイラーの消耗と基礎工業力の低いトルコでの修理能力の制限のため、ゲインは、せいぜい 24KN しか出せないでいた。とはいえ、これすらも、ロシアの保有する、最も新しい戦艦や巡洋艦の速力を、上回っていた。イオアンズラトウーストを戦闘に、国会を進むロシア艦隊海戦前の国会、艦隊戦艦部隊手前は、 戦艦ロスチスラーフドイツからオスマン帝国海軍に編入された日赤の新型艦の存在は国会を抱えるロシアにとって大きな脅威となった。そのためロシアでは国会艦隊への新しい土球戦艦の配備を急ぐとともに旧式化していた全土球戦艦の近代化工事を実施した。これにより順位土球戦艦 F スターフィー級はじめ国会艦隊の主力艦は 曲がりなりにも近代的な武装を備えるに至った。そして来るべきオスマン艦隊との衝突に備えて国会艦隊は国会上での演習に従事した。国会艦隊では第一次世界大戦に先立ち各艦が共同していち目標に対して集中砲火を浴びせる戦術を習得していた。これにより国会艦隊は ゲーベンとの直接対決において、その反撃を最小限に止めつつ、これを撃破あるいは撃沈すら可能であると自負していた。ただし、ボスポラス海峡は遠く、国会艦隊の戦力も限られていた。作戦行動に参加する艦艇は、艦の調整と上院の休息のため周期的に交代せざるを得なかった。そして、そのためロシアは、 海峡の高級的な封鎖を実施することが不可能であった。11月2日、ロシア国会艦隊のほぼ全ての艦艇がアナトリア半島沿岸の海上交通路上における軍事作戦のため出撃した。ロシア戦艦はトラブゾンを砲撃し、Z-ZH 級駆逐艦に護衛されたキライフ説艦コンスタンチーン大港特製ニア大航比は、 トラブゾンに123個、プラタンに77個、ウニスに100個、サムスンに100個の機雷を付設した。これらの情報を得た、オスマン帝国艦隊司令官のビルヘルムスション、海軍少将は、敵艦隊をセバストーポリへ向かうキロにおいて迎撃し、工場喧嘩で個別に撃破しようと計画した。11月4日昼、スション少将とドイツ側指揮官となる、 アール・アッカーマン大佐の座上したゲーベンは、ケットナー上級中佐式の小型巡洋艦ブレスランを、引いて、ボスポラス海峡をいで、クリミア半島を目指した。11月4日、国会艦隊司令官のアンドレ・エーベルガールと、提督は艦隊を引いて、セバストーポリへ向かう帰路にあったが、無線通信によってゲーベンが出撃したという、海軍総司令部からの通達を知った。 速力不足のため、司令官は、艦隊で敵艦を捜索することができなかった。エベルガールとは、警戒を高めつつ、航海を続けるよう命じた。それは、図らずもまさに、ドイツ艦に向かう航路をたどっていた。戦艦 F ・スターフィー戦艦、イオアン・ズラトウスと衝突は、11月5日に、ヤルタの南西。 ヘルソネス半島から45海里のサール1、岬沖の海域で発生した。午前11時40分、この海域には艦隊主力から3.5回り先行していた通報艦アルマー,アースが大きな噴煙を発見した。アルマースは発見を単焦島で共同艦に知らせた。同時に敵艦は無線通信によって自らの姿をさらけ出した。 霧の向こうに、ゲーベンとブレスラウがいた。アルマースの後に、重列で続く、艦隊主力は、機関のエフスターフィー、イオアンズ・ラトウースト、パンテレーモン、トリー・スブヤ・チー・チャリア、ロスチスラーフの5隻の戦艦と、第1.23水雷艦隊所属の12隻の駆逐艦からなっていた。ロシアの主力艦隊は、敵艦との距離を縮め、一方駆逐艦隊は、 密集体系を取った。エベルガールとは、艦の速力を 14KN に増速するよう命じた。30分後、アルマースは、艦首方向に敵艦を見るとの情報をもたらした。司令官の命によりアルマースは、遊軍艦隊へ向かって敵艦からの離脱を開始し、一方、遠方側面、艦隊とアルマースの間を航行中の、 ロシア巡洋艦パーミアチメルクーリアとカグールも間もなく、向きを変えた。この天候はまさに時期にかなったものであった。速度において、ロシアの巡洋艦はゲーベンに著しく劣っており、もしこの時、巡洋艦が戦線を離脱していなければ、おそらくどれか一隻はゲーベンによって撃破されていたで、あろう。たりには一面濃い霧が立ち込めていたため、主として、戦闘は、 ゲーベンとそれを最もよく視認できたエフスターフィーの一気打ちとなった。船体の射撃完成は、イオアンズ・ラトウーストに乗艦する VM スミルノーフ砲主張により指揮されることになっていたが、補服性の霧とエフスターフィーの火砲の吐き出す噴煙と、レシカイは遮られ、敵艦との距離を正確に算出することができなかった。これが原因となって、無線は、照準60という、 誤った距離を提示した。これは正しい距離より1.5倍ほど長すぎるものであった。そのため、戦艦戦隊の砲弾は、機関 F スターフィーの射撃弾を除き、すべて敵艦の遥か彼方に飛び去った。打ち合いは14分間続いた。その間、ロシア艦は40の34鎖の距離から30発の手砲弾を発射した。その内分けは、 エフスターフィーが12発、イオアンズラトウーストが6発、トリー、スブヤチーチェヤが12発である。パンテレーモンは、ンムのため敵艦を視認できず、発砲しなかった。艦隊から立ち遅れたロスチスラーフも、ゲーベンへの砲撃を断念した。その代わり、ロスチスラーフは、ブレスラウに2 5 4ト、mm、ル砲弾2発、152、 ミリメートル砲弾6発の射撃を行った。ブレスラウはすぐさま、ゲーベンの射撃圏内へ移動し、ロスチスラーフの砲弾から逃れた。F スターフィーの損傷 F スターフィーの損傷 F スターフィーの最初の聖書の後、水雷戦隊指揮官の MP サーブリン大佐は、駆逐艦隊を率いて、ゲーベンへ水雷攻撃を実施しようとした。しかし、10分後には、 艦隊司令官より、水雷攻撃の中止が言い渡された。F スターフィーの連想法による、最初の正射は、うまくゲーベンを捉えた。砲弾は1 5 0ト、mm、ル砲、第3装甲砲座へ命中し、その装甲を打ち破った。砲弾は爆発し、砲手12名が戦死した。また、幾人かは、ガス中毒を引き起こし、後に死亡した。 F スターフィー最後の砲火もまた劣らず正確であった。ゲーベンは最終的に3発の 305mm 砲弾と11発の 203mm 砲弾あるいは 152mm 砲弾を受けた。一方、F スターフィーは4発の命中弾を受けた。14分後、ゲーベンは有足を生かして戦場を離脱した。この戦闘の結果、ゲーベンは2週間にわたり、 修理のため部隊配備から外されざるを得なくなった。ゲーベンでは、士官12名、水兵103名の合わせて115名が戦死し、士官5名、水兵53名の合わせて58名が負傷した。犠牲者の大半は、上官人数が多すぎたのが原因であった。定員編成は1053名であったが、戦闘時、 実際には1200名以上のドイツ人とトルコ人が上官していた。一方、F スターフィーは58名の乗組員を失った。そのうち33名は死亡し、25名は負傷であった。ありがとうございます。